皆さんこんにちは、ホッシーです。今日もヒョウワイルやっていきましょう。今日の動画はですね、久しぶりに選手の使用感動画をやっていこうと思います。で、今回使用していく選手こちらですね、アンリ選手使っていこうと思います。これね、もう進化5の選手買って強化6までして使っていきたいと思います。で、今回ね、能力紹介するときは白のアンリ選手と能力を比較して見ていこうと思います。そしたら能力見ていきましょう。こちらまず OVR110、 ポジションが ST と、引き足が右の、スタミナ9の逆足が4と、スキルブーストがスピード。能力見ていくと、まあ、瞬発ダッシュスピードしっかりやって決定力も高いですね。で、ロングシュート、あとポジショニングなんかもあってですね、パスも上手くてドリブルもかなりしやすそうですね。ウイングのね、選手なんで、このドリブルの数値がしっかり上がってますね。あとは反応力とかもそこそこあってといった感じですね。活動力、アタックとディフェンスともに中となっております。で、個人技がルーレット、特性がラインブレーカー、フィネスシュート、フレア、スピードドリブラーとなっております。で、白の選手と比較していくと、まずこのスキルブーストがポジショニングですね。白の選手の方が、まあ、これに関してはこの FD の方がスピードなんで、そっちの方がいいかなと思います。ドリブル、敏捷性、スピード、ポジショニング、ボールコントロール上がるんで、こっちの方がいいかなと思います。で、能力に関してもインフロントシュートとパワー、あとシュートパワー、ボレーシュート、フリーキック、あとヘディングが ST の方が高いんですけど、まあ、これに関してはポジションの差かなと思います。やっぱり、ね、地上にいる選手の方がヘディングだったりとか数値が高くなってるんで、まあ、それはそれでいいかなと思うんですけど、まあ、全体的に見た時にね、視野だったりとか、あ、ドリブル、ボールコントロールとかも全然この FD の方が高いですし、やっぱり FD の選手の方が強いかなと個人的には思います。で、特性がね、その ST の方にはプレイメーカーっていうのがついてるんですけど、これに関してもそんな違いがわからないんで、全部ね、トータルしても白よりは FD の選手の方を取ることをお勧めします。まあ、値段もね、そんな変わんないんで、FD と白の選手、OVR も変わんないしね。ST においてもね、一応スキルブーストも発動しますし、ST に使うにしてもやっぱこっちの方がいいかなとは思います。結構ね、クロスバンバン上げる人とかだったらね、ヘディング高い ST のアリの方がいいかもしれないですけど、まあ、それは自分のプレイスタイルに合った選手を選ぶといいと思います。そしたらね、この選手使って早速試合の方をしていきたいと思います。はい、そしたら試合見ていきましょう。今回はね、リーグの中の人と、まあ、試合していただきました。今回使う、相手が使うフォーメーションが 4-1-2-1-2 ですね。で、自分が使うフォーメーションがさっき見せた 4-3-3 のホールディングとなっております。最近ね、ずっとこのフォーメーション使ってるんですけど、かなり調子がいいんでね。やっぱ守備がね、難しいんですけど、攻撃に関してはかなり破壊力があるんで、このフォーメーションおすすめです。さあ、キックオフ、まず立ち上がり見ていきましょう。まあ、守備は相変わらずね、前からこう、プレスしに行きながら。さあ、ここ、アンリボール持って、このドリブルね、かなりしやすいですね、こう、くねくねと。さあ、一回戻して、これパスミスしちゃった。まあ、相手もパスミスしてくれて、ボール取れて、またアンリ。結構やっぱアンリこうやって落ちてくるんで、低い位置にね、ここはいいかなと思います。こうやって時間作りながら、左サイドから崩していければなといった感じですね。さあ、アンリ持った。さあ、デブライネに散らして、マルディーニ、縦一気にジョレンテ。さあ、ビエラ、アンリ。このキックエンとかのシュートね、これもかなりうまくいきましたね。これやっぱ足元に入ってからもうまくね、くるんと、キックエンで横流してシュートしてくれたんで、あそこやっぱドリブル数値高いんで、足元からボール離れないのかなと思います。強いですね、やっぱあれは。あのね、ウィング、まあ右も左もそうですけど、やっぱそこ縦バッと入れて、キックフェイントで中向いてシュートっていうのは結構ね、形になるんで、その得点のね、おすすめです。さあ、ここも、カウンタージョレンテからアンリ使ってあげる。さあ、ここ一回キックフェイントで、ここもいいですね、ドリブル。さあ、ロナウド。さあ、ここどうするか。いや、これね、ビューラーに出したつもりなんですけどね、ちょっとデブライネの方に行っちゃいましたね。まあ、ちょっとしたカーソルがね、最近ちょっと難しくてですね、なんていうのかな。自分が出したい方向にパスがうまく出ない時とかあって、最近ちょっと練習してます、また。さあ、ここもアンリボール持って上がっていく。いや、これ良かったですね、今のも。キックフェイントからのルーレット。まあ、これもフィジカルが高いからなのか、まあ、倒れないで。まあ、ちょっとボールがこぼれる形になったんですけど、あそこもうまくいきましたね。アンリね、使用感めちゃくちゃいいんですよね。それでも全然入っちゃう時あるんで、結構ね、ディフェンスが立っててもね、股の下通されたりするんで、このゲーム、シュートを。結構守備難しいですね。さあ、前半は2対0で終了と。ほんとね、FIFA ね、前半というか、1試合が早くてですね、なんかやっぱ1点2点取られるともうね、追いつくのも精一杯。追いつくので精一杯か。
なかなか逆転って難しいんで、特に上位になればなるほど、みんな上手いんで、ボール取られないというか、このパス回しが上手なんでね。なんでね、ほんと先制点大事だなと思います、このゲームやってると。さあ、ビエラから縦、デブライネ、ジョレンテ。さあ、ここもアンリ、スーッと中入ってきて、キックフェイントから、これね、流れちゃいましたね。シュートまではちょっと遅かった。あれ何なんだろうな、スーッと。臨床性とかなのかな、何が関係あるんだろう。今のもすぐシュートってことも入ったと思うんですけど、シュート打つまでが長かったですね。さあ、ここデブライネから。このデブライネ、くねくねドリブル。マルディーニ。ジョレンテ。さあ、これどこ使う？アンリ、ロナウドか。これもいい形でしたね。やっぱその右で攻めてて、右にディフェンスが寄ってきたところを、まあ、左に展開するっていうのは結構形になるので、これもおすすめですね。いや、これ強いビエラが。これ、アンリ空いた。ロナウド、ビエラ。さあ、これ一気に展開で、これね、これもね、外のデブライネ出してるんですけど、奥のアンリに行っちゃいましたね。ここのね、パスのズレというか、カーソルのズレか。やっぱね、練習足りないですね。難しいんですね、ちょっとした。ほんとズレなんで。ロナウド、ルーレット。時間作って、アンリー。これね、クロスじゃなくて、普通にパスでよかったね、足元への。デブライン。一個ルーレット。うまいね。いや、ルーレットやっぱ強い。これで間違ってアンリー交代しちゃったんですよ、気づけば。さっき出てました、左上にアンリーのやつ。気づけば交代してて終わるっていう。アンリーの週刊動画撮ってたのに。最後10分見ていきましょう。これうまいな、サバタ。縦入れて、ルカク抜けて、今のもね、多分切り返してるダイレクトが入ったかもしんない。縦突破されるのもね、嫌だしね、切り返されてシュートも大抵入るんで、あそこのね、駆け引きがかなり大事ですね。これうまかったですね、縦入れて。まあ、なんとかパスずれて取れて、ロナウドで試合終了と。最後まとめお話ししていきましょう。はい。ということで今回はね、アンリ選手使っていきました。いや、使用感のはかなり良かったかなと思います。やっぱそのドリブルボールコントロール高いんで、かなりドリブルもしやすいですし、まああとはね、シュートなんかもしっかり決めてくれるんで、その、ウイングに置くならかなりいいかなと思いました。まあ、似た選手で言うとね、インシネとかもいるんですけど、やっぱその身長とか体重が全然違うんで、そのフィジカル面もね、今回のアンリの方がおすすめかなと思います。1点目のね、キックフェイントからのシュートなんかも、かなりね、決まりやすいんで、あれ、ドリブル数値高いから。そのボールが離れないというか、足元から。なんで、キックフェイントとかね、よく使う人は、ぜひ取って使ってみるといいと思います。まあ、その ST との違い、正直そこまで大きくはないかなとは思うんですけど、その自分が置くポジションとかも考えてみて、そのどっち取るかね、決めるのがいいと思います。個人的なおすすめはね、断然 FD の方なんで、ぜひね、こちらの動画参考にして、アンリ選手取ってみてください。もしね、他に使ってほしい選手とかいたら、ぜひコメント欄の方によろしくお願いします。ということで、今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。